パンチもキックも効かねえ。クマでも相手にしてるみてえだったぜ。黙ってねえで、お前も少しは考えろ。どんな奴でも弱点はきっとある。あいつの拳法を。ああ、なんか珍しい構えをしていやがった。あんな構えは見たことがない。技の中にも動物みてえな動きがあったな。奴の使っている拳法が分かれば対抗策が見つかるかもしれない。誰か拳法に詳しい奴はいねえのか。拳法に詳しい人、許さんを訪ねてみよう。鍛錬ですな。木人で功夫を積むもよし、三打で技を磨くもよし、試合で自分の力を試すこともできますぞ。さてどうしますかな。試合をなさいますか。では王老が今度の対戦相手です。倒しましたか。これで五段です。あなたの努力の証と言えましょう。この先はさらなる強敵が待ち受けていますぞ。さてどうしますかな。試合ですか。それはそれは。では赤龍がお相手をしましょう。今のあなたには程よい実力だと思いますよ。でした。赤龍に勝ったのであなたの段位は6です。さらに上を目指し励んでください。さてどうしますかな。試合をご希望ですね。今度は黒龍がお相手しましょう。良い修行相手になると思いますよ。勝負でした。黒龍に勝ちましたね。それではあなたは昇段です。この調子でお励みください。すいません。よう、
いらっしゃい。いい技書が入ってるぞ。うん、ありがとう。すみません。なんだい？巨さんに会いたいんです。奥にいるよ。わかりました、ありがとうございます。巨さん。おう、まずは手合わせだ。話はそれからだ。ところで、何の話だ？憲法のことで知りたいことがあるんです。ん？言ってみろ。変わった構えの憲法で。ほう。頭を下げ、後ろに大きく腕を上げた構え。何の憲法かわかりますか？わかんねえ。動物の動きが入っていました。そんだら簡単だべさ。猿なら猿剣、鶴なら鶴剣、トラならトラ剣、ヘビならジャ剣、キリンならキリン剣。わかりました。
もういいです。許さんの知り合いに剣法に詳しい人はいませんか？いるよ。オラの師匠だ。許さんの師匠んだ。その人を教えてくれませんか？はい、千四郎氏だ。港に行けば会える。ありがとうございました。また手合わせしてくるろ。はい。ちょっといいかな。何？漁港はどっちかな。屋台街を通るのが早いかな。わかった、ありがとう。すみません。ようこそ北京ダック飯店へお越しくださいました。漁港はどっちですか？川沿いに下っていくといいよ。鳩場のちょっと手前なんだ。わかりました、ありがとうございます。バイ老師。なぜ老師などと？許さんの師匠だと聞きました。今日知っているのか？はい。何の用かな？剣法のことで知りたいことがあるんです。剣法のこと？変わった構えの剣法で。おお。頭を下げ、後ろに大きく腕を上げた構え、何の剣法か分かりますか？それを聞いて何とする？俺の知り合いがレッドスネークにさらわれたんです。レッドスネークだと？そのボスが使った剣法を知りたいんです。それが分かれば
弱点も必ず見つかる。その知人を救出するために戦うつもりというわけか。剣法の技は一朝一夕にはなし得るものではないことはお前さんも分かっているだろう。よほど切迫した状況ということか。お願いします。知ってるなら教えてください。いくら技を教えたところで使える基本がお前さんにあるのかどうか試してください。お願いします。それでは一つ手合わせでも楽しませてもらおう。風を跳ねれば水も跳ねる。これすなわち自然のこと。逆らうことは無理というもの。柳に風、流れのままに。その昔、剣法の修行が禁じられた時代があった。しかし人間とは面白い。お上の目が届かぬ様々な場所で修行を集まれた。その一つがこうした船の上、こうして後のように南剣は受け継がれた。クンフーが足りん。あの、老師。クンフーを積んでまた来なさい。いつでも手合わせをしてやろう。ありがとうございました。シェンファー。何、リョウ。港にいた鵜飼の漁師を覚えているか。鵜飼？ああ、長部に着いた時に見た。あの人は剣法の達人だった。剣法の達人？そうなの？ああ。それで力を貸してくれたの？いや、手合わせをしたけど君風が足りないと言われて何も教えてもらえなかった。そうだったの。どうするの、リョウ。クンフーをもっと積むしかないのか。リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。ちょっとあんた。はい。今日の宿代払っておくれよ。手持ちがないとか言わないよね。いえ。ん、毎度。勝負でも生薬を見つけた。え、勝負にもあるのか。うん、八ヶ村よりもずっと高い値段で買い取ってくれるらしい。そうなのか。この町には病院も薬屋もある。きっと薬が欲しい人がたくさんいるんだと思う。そうかもしれないな。父にも町の薬を飲ませてあげたい。病院にも。そうだったな。シェンファの親父さんも時々具合が悪くなるって言ってたな。うん、大丈夫だシェンファ。
親父さんを助けて町のいい医者に連れて行ってあげよう。ありがとう。